GT、ヒラマサ、マグロ、それぞれの釣りのスペシャリストが集い、日本の三大ビッグゲームターゲットに挑む。プロとプロがお互いを高め合い、新たな世界の扉を開くビッグゲームトライアスロン。メンタル、フィジカル、テクニック、タックル、スピリッツ、ビッグゲームに挑んだ時、釣り人の全てが試される。ルールはシンプル。キャッチした最大魚のウエイトで各ステージの勝負が決まる。そして GT、 ヒラマサ、マグロ、それぞれ最大魚のウエイトが加算され、その総重量で年間優勝を競う。鈴木仁、多彩な魚種をショア、オフショア問わず釣りまくる男。2020年は地元大洗にてたった一人で船を操る 177.4kg のクロマグロをキャスティングで釣り上げた凄腕キャプテンアングラー徳永健三、世界の徳永。バスプロとして黎明期から日米のトーナメントで数々の入賞歴を誇り、さらには様々な魚種でのワールドレコードを持つキャプテンアングラー。未だに東京湾シーバスガイドで驚きの釣果を叩き出すなど、まさに生きるレジェンド。佐藤一郎、クロマグロ界の先駆者にして現役キャプテンアングラー。2009年9月には186キロのクロマグロを釣り上げた。ルアーキャスティング、しかもロッドを手に持ったまま7時間10分にわたるスタンディングファイトの記録は世界に衝撃を与えた。藤木純、日本バスフィッシング界のトップカテゴリーで長年活躍し、輝かしい戦績を残している。ルアーデザイナーとしても定評があるミスターいぶし銀。ビッグゲームトライアスロン2022マグロ編 in 新潟ということでですね、今回はですね、この新潟から出て、日本海のマグロを狙うという企画なんですけども、ここにですね精鋭4名が集います。それでは選手の紹介をさせていただきたいと思います。藤木純さんです。新潟初挑戦なんですけども、ぜひマグロを今日は釣ってみたいと思っています。頑張ってください。はい、世界に狙っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、鈴木仁さんです。はい、鈴木です、よろしくお願いします。まあ今日はですね、新潟今年初めてなので、はい、まずマグロを探しながら、あとはどういったパターンで、釣れるかっていうのを見極めながら、なんとか、1本いいサイズを取っていきたいと思います。頑張ります。はい、よろしくお願いします。そして佐藤一郎さん。はい、佐藤です。アイラブ新潟頑張ります。ありがとうございます、よろしくお願いします。そして徳永健三さん。はい、徳永健三です。昨年も新潟が来させていただいて、その時に素晴らしいフィールドで、数は出たんですけれども、型が見れなかったです。今年はぜひいい魚を釣りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして、ドライバーの紹介です。はい、はい、鈴木雄介さん。はい、鈴木です、よろしくお願いします。初めての、新潟ということで、ちょっと海峡とかそのあたりの特性が分からないんですけども、まあ、安全に、走れたなと思いますので、よろしくお願いします。丸山修さん。はい、まあ、新潟の良さをね、皆さんに知っていただいて、いいマグロが取れるようにガイドしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は今回2艇で、出船することになります。そうなりますとですね、この船の性能それぞれございますので、いろいろと得な部分、そうじゃない部分、どちらも交通つけがたいので、
ここは、公平にくじ引きとさせていただきます。釣り座のくじ引きを早速させていただきたいと思います。さて、ですね、ここに4本のくじがあるんですけども、これがですね、いきなり引いていくと誰が引いたっていう問題が出てくるので、引き順を最初にじゃんけんで決めましょう。引き順じゃんけん。はい、じゃあお願いします。最初はグーですか。はい、最初はグーじゃんけんブー。はい、勝ったんだって別に。最初はグー、最初はグー、じゃんけんはい、これでしょ。なるほど。1番、2番、3番、4番。はい、じゃあお願いします。こんなとこでちょっと運使っちゃったんで、ちょっといいですか。はい。はい。お、2倍ですね。2倍ってことは、鈴木さんの、ですね、タイドウォーター 252C。はい。はい。お願いします。はい。はい。1番、端っこで。4番の鈴木です。4番鈴木。はい、はい、トップノット。トップノット。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。そしてどうぞ。はい。はい。3S。あらとは、なんだ、残念。僕長さんとだけは、ね、僕長さんとだけは言いたくなかったんだから。はい、そして、はい。はい、4番。はい。1Y。1番ということで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ということで、早速、ね、乗り込んでいきましょう。はい、じゃあ、今日も一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どっかで休んでると思います。で、またパラパラっと出てくると思うんで、まあ、そのうち見てれば多分鳥がちょっとつつき出すと思いますよ。逆にね、難しいのは走るとね、分かんなくなっちゃうんですよ。止まってずっと見といて、目標を決めてバーっていった方が、そうですね、見てる方向があちこち変わっちゃうとダメなんですよ。これが鳥の動きだけ見て、なんか怪しい動きしたとこ見てると、ちょちょっとしぶき上がったらピュッと行けばいいんですけど、ただしぶきが大きく上がることは、魚のサイズがね、大きければ上がりますけど、魚のサイズ次第ですね。鳥がそっちこっちにいるからね。多分タイドウォーター、あそこにいます。タイドウォーター、あそこにいます多分。はい、あの白いの、はい、ポツンと。何もない。回っていきますか。ですね。野生の勘にかけますから。野生の勘に。パンでも食うか。パンでも食っちゃうかな。ただマグロの数は多分あんまりいないですね、これは。いればそっちこっちで多分ちょこちょこ跳ねるとは思うんで。
こう地鶏に入ってる。50m ぐらいにね、はい、米朝の群れがいますんで、あら40、そんなもんですね。それを鳥が見てるのかもしれないですね。うん、多分そうかもしれない。こいつにマグロが入ってくると鳥山になるんじゃないですかね。おそらく持ち上げてくんないとあれですね、うん、そうですね、下から持ち上げてくんないと。魚が浮いてくるのはこの間も19度ぐらいやっぱりないと浮いてこなかったんで、うんうんうん、やっぱり16、17度は全然ナブラが出なかったんですよ。そうですね、だから19度、まあ少しでも高い温度帯を探した方が可能性はあるかもしれない、うんうん、まあ相対的にこれだけ感覚あるってことはすごい意味あるですよね。これ一応目ですよね、まあ、はっきりした、うんうん、おっと左にちょっと鳥山っぽい、鳥っぽい反応があるね。左見てください。左のだいたい1キロ先ですね。1キロ、うん、1キロそうですね、2.7メートル、2.7半分だから1キロ、 1.2キロぐらい。 1.2 キロはなかなかな。ただそんなにそんなに強い反応じゃないですね。この双眼鏡ももっとでかいのにしてみたいですね。そうですね、情報の水温全然当たってない。あんまり高くないんですか。高くない、もう16度ですもん。鳥、はい、もおらんな。鳥、うん、いないですね。鳥、ねうん、はパラパラといるけど、これはちょっとまあまあ難しい感じですね、うん、もうちょっとマグロとあれが絡んだら鳥が騒ぎますからね、うん、まあそんな鳥山になるほどのあれじゃないね、なんかしらっと出るけど、これ怪しい、これそうそう怪しいですね。行きましょう。怪しいですね、怪しいですね。行きましょう。左行きましょう。はい、行きましょう。ちょっと様子見に、はい、どっち道行ってもありなんで、はい、何もない、全く何もない時はしょうがないですよ。これある程度こういう感じの方がいいんじゃないのと思ったんだけどね。でもね、鳥もいないし潮目もないし、そう、何もないし、何もないもんね。手出しできないよね、これだと。水色もそんなに良くなくないですね。やっぱりマグロは手ごわいな。手ごわいですね。甘く、全然甘くないですね。できれば今日のうちにちょっとでもその気配、少しでも小さなナブラがあったりマグロが見えてくれたら、明日の朝ね、そっちの方にバーッと走って釣りができると思うんですけど、どうしたもんやろね。困りましたね。もうでもそこがもう富山。そうですね。ねえ、あれ富山やもんね。はい、富山というか能登半島。能登半島。あ、そうかそうか。能登半島や。あそこ調子良かった。でも多分めちゃくちゃいいとこですよ、ここ。カッサー。ディープホール。ディープホール。ね。間違いないです。絶対この辺りを売る理想な気がする。なんかでも水温がみんな低いね。低い、ここ今のは 16.5。
の高いところを探します。そうですね、横走ってそっちの水温があったところのところを目指してって、そこからどうするかって話だと思います。はい、まあ、そうですね、ちょうどこの真横の、はい、そうですね、真横に行って、やっぱり広い、とにかく広い範囲を動いてるからね。ベストの位置をどうやって探すかってことだね。あと、このちょっと2日間の踏み込みはなかなか、あです、ね、悪い方向にしか当たれてないですね。あと風も強かったし、結構やっぱりあのかき混ぜられちゃったんだろう。いいね、鳥山レーダーさすがに何もないでしょ。何もないです、ね、何もないって。もう少しまっすぐ走ってみますか。このままここに乗っても、はい、引き返しも同じやし、うん、確かに確かに。まだ走れない。まだ全然あと300リッターぐらい。そのまま喉行きます。まあ1回も投げられませんでした。なかなか、うん、カーブですね。ねえ、でもまあまあ、うん、マグロ釣りですから。そうですね。こんなもんです。うんうん、まあでもまあ明日もちょっと。と風が良くなる予報なんで、はいはい、なんでちょっと明日に期待しましょう。そうですね、明日頑張りましょう。ということで今日は結果はゼロでございます。ノールックでした。ノールックでした ね、 ノ ー、 ルックでしたね。ノールックで ノーバイトどころかね。そうですね、本当に見るものなかったですね。攻めどころというか、なかなかこうどっちに走っていいかもよくわからないぐらい その変化があまりなかったんで、かかったですね、はい。まあ、明日またね、それがどっちに行くか、うん、ちょっと反省会しながら考えないと。そうですね、はい、やっぱり、まあ、今日寒かったんで、またあの美味しい、はい、あの焼肉とか肉まんスープ、そうですね、食べながらです。はい、そうですね。ちょっと明日の作戦も見ましょう。はい、わかりました。はい、じゃあそういうことで今日も一日どうもご苦労様でした。はい、お疲れ様でした。今日も一日本当にご苦労様でした。お疲れ様でした。ノーミスだったけど、ノーミスだったけど、ライスです、ライス。白い部分がないんだよ。焼き豆腐丼なんで、ね、あの選ばれた人食べる。普通に出ないです。どうですか、お好きなことはどうですか。絶対このギャラ入れたら食品がいいですね。釣り中ビッグゲームトライアスロン2020マグロ編新潟ということでですね、昨日1日目が終わっての2日目です。さあまずは藤井さん、いかがでしたか。はい、昨日はですね、荒れてる中、はい、100マイル爆走と今日は大体天気がいいので、はい、まあ、魚も引き出すとマグロも見れるんじゃないかなと、はい、思ってます。はい、はい、期待したいですね。そうですね、はい、はいはい、じゃあ鈴木さん。はい、そうですね、まあ今日はね風もなく天気も非常によく、まあ暑いですから今日はね、はい、まあ少しでもベイトが浮いてくれて、マグロの姿を見て距離を詰められたら、うん、まずはせっかくね素晴らしい船が2艇届ってるんで、その2艇でやっぱりこの新潟沖、まあ日本海の方をねくまなく探してチャンスがね得られたらいいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、そして一郎さん。はい、アイラブ新潟。いかにあの私以外の人たちが日頃の行い悪いのか感じですけど、まあはい、今日はと思います。よろしくお願いします。じゃあ、はい、まあ、時期もいいしフィールドもいいと、素晴らしいボート2台、用意されて、皆さんこう精鋭が集まってても自然環境はままならないというか、これぞマグロ釣りだなっていう感じですね。
っぱりそれだけの価値があるんです。ぜひ今日は一匹でもいいんで出会いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドライバーを務めました鈴木祐介さん、どうでしょう、はい、昨日に引き続き、どうかな、100マイル150マイルぐらいは広範囲をサーチしたいなと思ってますんで、安全に、ドライビングしますので。昨日何リッターぐらい走ったんですか？何リッターぐらい使ったんですか？昨日260リッターぐらいでも260リッターなんで全然まだまだ半分半分、そうです、半分ちょっと切ったぐらいなんで、まだ全然走って260やったらいいですよね。全然全然いいですよ。すごい、すげえ燃費、めちゃくちゃ燃費いいです。そしてですね、MSI バレーマシン、はい、やっぱりね、皆さん今お話しいただいたように、ちょっと天候とかね、いろんな厳しい状況が重なってるんですけど、まあ、今日はなんとかね、天気もいいんで、頑張って、まあ、走りまくって、一匹でも出会えればと思いますんで、よろしくお願いします。ということですね、この運命のくじ引き。じゃあ、どうぞ。はい、何番でしょうか？ですね。お、鈴木さんですね。当たりにやってお持ち外れになって。福田さんと違うフレンドですよ。違うフレンド。はい、どうぞ。これだ。ああ、同じだ。船が入れ替わっただけだ。磁石のように。いや、入れ替わんないですよ。同じですね。S ってやるんですよね。丸山さんの方です。いやいや、今日は俺ですよ。今日は同じです。昨日と全く同じです。昨日と全く同じです。2の Y です。あ、本当だ。昨日と全く同じです。いや、またこれ。また。あんまり意味がなかったって感じで。じゃあ、そういうことで今日も一日頑張っていきましょう。よろしくお願いします。おー、行くぞー。見つけるぞ。まあ痛いだろうな。じゃんけんも意味がなかった。こちらは、今から和島じゃなくて、まあ、昨日のポイント、ここで佐渡のちょっと大きなところに向かおうと思います。どうぞ。はい、じゃあ、こちらの、スカウトよろしくお願いします。はい、了解しました。こっから見て跳ねてればマグロですけど、跳ねてなければあとはイワシ団子かもしれないし、もしかしたらね、あるとしたら。お、なんか今見えたような気がする。いや、なんかいますよ。もっと向こうです。もちろん向こう向こう。何かは跳ねてるんですよ、下でバシャバシャっと。ただ大きくはないです。おお、正面がすごい鳥が。真正面、正面、正面、正面じゃない。あの固まってるとこ。よいしょ。沈むのも早い。固まっていい感じですけどね。これはマグロだったら最高なんですけど。あ、重いですね、完全に。それも小さいね。はい、稲田クラスじゃないですか。まあ沖行きますか。沖っていうか走りますか。鳥を見つけた時にはドキドキしましたけどね。まあ今日は一度きしたんでまだいいですね。はい、昨日は何のドキドキもなかったですからね。だからまあ昨日に比べたら今日の方が鳥も多いし青物も見えてるから、まだなんかチャンスがね、まあいっぱいあるかどうか分かんないですけど少しはあると思うんで、まあいい方向には向かってると思います。まあとりあえず置き出ししてもらってね、まだ探します。とりあえず、はい、船は多いですか。鳥もいないですね、うん、でもこれいる中おるっていうことは何かあるんやよね、うん、信頼性が高いんやろね、ここは、うん、何もおらへんね、でも何も映ってない、うん、ES30 でこんだけ映らんってことは何もおらへん、うん、ってことですよ、うん、
うしたらよろしいでしょうか。ダメですよこれは。うん、川島も、ああ日差しが暖かくて気持ちいい。うん、もう一回浮いてこないかな。どっかで多分イワシ持ち上げてくると思うんでね。まあ2日目にして目的の鳥はいましたね。鳥は昨日は鳥もいないさ、今日は鳥はいました。もうお、いる目の前にいますね。誘い出して出てこないかな。今鳥の下にいましたね。わーっと、どっかにすごい鱗がいっぱい落ちてるね。お、チャンスじゃないですか徳永さん。青物の下からマグロを。こうやってわらわらくっついてこないっていうところはまあまあ厳しいですねこれ。青物もよし、今日は2頭も投げたぞ。2頭、昨日の倍投げました今日は。なんか人気スポットやな、琵琶湖のディープホールみたいな。まあそんな感じですよね、うん、そういうポイントがあるんですよね、うん、必ずあの浚渫してボコッ掘れてると思う、なかなかやばいよ。ベタナギのとこからだよこれ。あ、徳永さん、それ竿どかしておきます。ちょっと待ってください。はい、徳永さんが投げやすいようにしておきますから。ありがとうございます。徳永さんが投げやすいようにね。なんか、おう、売られた気が。アマダイ釣りたいな。アマダイ美味しいっすよね。アマダイ、ノドグロ。あ、ノドグロも釣れるの。あ、ノドグロ、まあ、下に降りればノドグロいっぱい釣れるでしょう、ね。うん、そうだ。ノドグロうまい。今ですね、まあ、鳥とかを探してきたんですけども、今情報が入りまして、で、かなり淡島からですね、もうちょっと北の方ですね、北のエリア、かなり水のいいところだと思うんですよ。海溝があるんですね、300m ぐらい。はい、そこに行きます。はい、もう注ぎ出しでやってて、そのうち釣れるのを待つと、
の船長、船長と、はい、この何にもないところで、向こうの船もそうだったけど、延々と投げてたんだね、本当に。いや、でも分かんないですよ、坂田の船も朝はナブラがあったって言ってましたからね。朝はナブラがあったけど、もう電話来た時にはもう何にもないって言ってたんで。なるほど。千本ノックですか。なかなか難しいですね、それね。徳永さんの誘い出しだったら出てくるかもしれないですよ。あのでもイカ釣りのあれは怖いですね。あんだけでかい船があんな固まってぐるぐるやってると太平洋では見ない光景です。あれはしょうがねえ、誘い出すか。ポッパーにして誘い出す。船来た。違うとこ行った方がいいよって言われちゃったら嫌です。せっかく来たのに。この沖、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。この沖550ぐらいまで行ってきたけど、はあ、何もいや600メーターまで、600ぐらい行ったら多分晴れてますよ。600まで行くか。あと50だったんですよ。あともう100メーター。ちょっと覚えとったもったいない。でも仲間が一本誘い出しで取って、でまあ山に帰ります。帰ってったのは、うん、その時なんかナブラとか何にもなくて、何もない。ただおそらく今年新潟すごいイカ多いんですよ。あれもイカ釣りセンターで、ね、場所取りしてるんだけど、夜やられすぎて上上がってきてないのかもね。健三さんの精神力を持って魚を呼び込むということで、ジグを落としたいんだけど。絶対ジグでしょ。そう、今の話を聞いてる限りね。天でぶん投げたら出ちゃうんじゃないですか。ひとしマジック出してる。いや、俺はマジックは信じないんだよ。マジックはもう、で塩目が欲しいな。美味しいイカちゃんだよ。美味しいイカちゃんが泳いでるよ。25から30に冷凍いますね。なるほど。おっしゃ、おったな、おったよ、出なよ。はい、出ました。マグロ、マグロ。誘い出し入れましたよ。よし。鳥が一匹来たんでちょっと怪しいなと思ったんです。後ろ行ってんだ船。ちょっとバックしてもらっていいですか。ちょっとバック。はい、オッケーです。なんか大きいマグロと違って緊張しますね。外れたらどうしよう。徳永さんがずっと投げてるっていうのが。見えてきたよ。
じゃん。あと15ぐらいです。あと10ぐらい、もうすぐそこにいます。ほら、ちょいバックして、ちょいバック、ちょ、あ、オッケー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 、いや、オッケー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 、ストップストップストップ、リーダー入ってる、リーダー入ってる、はい、キープキープ、モリモリ、え、はいはい、オッケー、はい、オッケー、そう、はい、そのまま船に、はい、そのまま上にグッと、よし、よっ、よし、気をつけて、気をつけて、気をつけて、はい、はい、はい、ありますね、やったー、おめでとう、やったー、優勝から、いやー、どうぞやったー、すげえ、ギリギリキープですけどね、やりました、日中の誘い出しでバーン出ましたね、やったぜー、よかったー、やったー嬉しい、これは嬉しいよ、だって全然見てなかったんだから今誘い出しでね、いきなり出てきたからね、やったー、やったー、ありがとう木村さん、ありがとう皆さん、おかげで釣れたよ、おめでとうございます、いやいやいや、ありがとうございます、さすがです、やっぱり、やっぱりちゃんと努力しないと、はい、そうですね、はい、元気で、はい、やりました。ずっとこう追いかけながらね、後輩に探しながら来たんですけど、なかなかね、マグロが見えなくて、単発の羽も見えないし、とにかくね、鳥の下は青物いるんですけどね。で結局あの他の船からね、この辺でなんか朝一に1本誘い出たよって話を聞いて、まあとりあえずね、投げもいいし、まあ、ちょっと投げてみようかなと投げ出して、何もないとこやっぱり出なかったんですけど、鳥が1匹だけ来たんですね。鳥がこっちに向かってきたんで、大体鳥はね、何か見てますから、でその近くにルアーをキャストしてポッパで誘い出したらね、出てきましたね、ボワーンと。まあしかもね、まあまあのサイズ、なんとか解禁してね、新潟で初フィッシュが取れました。いやーでもいいですね、やっぱりマグロの引きもね、ファイト中のドキドキ感もいいし、特に誘い出しでね、こう出たあの瞬間の来たっていうね、あのなんか感動すらありますやっぱりね。サイズはそのね、50キロとかね、それは100キロとかそういうサイズはないですけど、やっぱりこう一本に出会うまでのプロセスとね、やっぱりこの日中ドピーカーの中のね、誘い出しで出たっていうのが非常に嬉しい一本だと思います。やりました、嬉しいですね、いいですね、このマグロの魚体のこの黒さ、やっぱ迫力も違うしね、いいですね、やりました、嬉しい一本ですねこれはね、やった一応タックルはですね、シマノのオシアプラッカーフレックスドライブ、S83H ですね。でリールが、ステラ SW の 14000XG、 ラインがオシア8の、6号、それにリーダーがバリーバスの、オーシャンレコード120ポンドナイロンですね。それにルアーが今プロトのナブラポッパー、ナブラルアーですね、まあ、ポッパーのこれが18センチかなです。これも誘い出しですね。このさっきも話してましたけど、この海原でクロマグロを出すっていうのはある意味宝くじより確率悪い。ただむやみに投げたわけじゃなくて、鳥一匹を見逃さずに投げた鈴木さん、さすがです、さすがですね。ぜひもう一匹。おお。
俺が最初に徳永さんが投げがったのを見てびっくりしました徳永さんが四方八方投げ出してやっぱその選手いざって本当ですよ。いや鳥が一匹来たんで鳥の下に投げたら一発出てきました。すげえなー。いい鳥いじってくれました。なるほど、なるほど。これはちょっと一瞬活性が上がるな。鳥どこに行った？ねえ、一瞬でなくなったね。うん。久々にこんなドラグゆるゆるでファイトしましたよ久々にこんなドラグスカスカでバレたら嫌だなと思ってでもなんか鳥がね回り出しましたよ。この周りマジですか。今まで竿持たなかった鈴木さんがいきなり持った。いきなり出たよね、はい、竿を持たじゃあ持ちますよ。いやできればね、まあ、俺はもう入れ替えができないから1日1匹ですからね、はい、もう入れ替えができないんで、それキープしたら2匹目はいけないですから。なるほど、はい、これが50キロ来たとしても逃がさなくちゃいけないっていう。なるほど、はい、もうだからサイズ入れ替え交換ができないやつですね。いや鈴木さんもう投げなくていいっすよいやいや、あとはいかに徳永さんの邪魔をするかっていう。なるほど、はい。ねえ、なかなかこうアクションがないもんね。 一瞬鳥がババババババってなってすごいわーっと高まったけど、どこ行ったちょっともうちょい待ってみて、また同じような場面が来たらね、頑張ってみます。しようか、はい、ましたね。お、なんか飛んできましたよ。パーメリックは飛んできましたよ。ミッションで、はい、飛んでった。ここでやってもしょうがねえよって、もう。もうタイムアタックするしかない。はい、なんかマーベリック止まりましたあの辺で。え、マーベリック あそこで、はい。はい。12時方向のあそこで急に止まりまして、なんか何か見えたんですかね。すごい鳥。ヤクルトだけあれ。お、あれヤクルトだけ。休憩しとんのあれ。おー、びっくりした。なんかでもあれ。おー、何か。やってみよう。投げてみるか。投げてみましょう。あー、なんかいるな。なんかいますね。ちょっと投げてみますか。よいしょ。今噛んだね。マグロ、マグロ、マグロ、100%。間違いなくマグロなんよ。トップフィッシングです。お疲れ様です。終わり。お疲れ様です。いや、ちょっといい時間だった。最後ちょっとエキサイトしたな。泣きの一頭、クエ。
れ様でした。ありがとうございます。いやでも本当にあの場面であそこにルアーを入れてられるっていうのはね、さすがです。いやいやいや、すごいと思います。いやいや、はい、すごい映像ですよ。そうですね。とことことってこうって10頭で釣っちゃうっていう。ああすごい。ないないですね、あんな。まあとりあえずは帰りましょう。とりあえず帰りましょう。行ったら入り食いだったよとか言われて、向こう、うん、なんだよいっぱい釣れてたのにって言われたら参っちゃいますね。参っちゃいます。釣り中ビッグゲームトライアスロンマグロステージ in 新潟、2日間の戦いが終わりました。さあその結果をですね、これから発表していきたいと思います。じゃあまずは藤木純さん、はい、初参戦ではございました、はい、いかがでしたでしょうか。いやーでもちょっとなかなか運もいりますし難しいなと思いました。ちょっと最後ね、はい、あのチャンスかなっていう感じのところあったんですけども、やっぱり上まで出てこないっていう感じで、はいはい、ちょっと食わせられなかった、はいはい、また次回頑張ります、はいはい、そして佐藤一郎さん、はい、いやもう本当にワンチャンスもなく終わるんじゃないかなと思ってその、うん、もうね帰る直前、うんね、あのうん、帰ってくるほんのちょっと前にバタバタっと鳥山があって、はい、鈴木キャプテンもいい感じでこうつけてくれて、うん、あのうん、あとはもう上に出てくれればっていう感じだったんですけど、ね、まあ上にはできらず、まあまあ、残念でした、はい、物にできませんでした。そしてですね、徳永さんがなんと2連覇、はい、ではなくその前振りじゃないです。その前に、ですね、それでは鈴木仁さん、はい、優勝でございます。ありがとうございます。おめでとうございます、はい。まあ、正直釣れると思ってなかった一本だったんですけど、はい、まあ、本当周り見てもね、どこ見ても何もない状態の中で唯一潮目と鳥が重なった時に投げたらそれでボーンって出てくれたっていうんですかね。なかなか厳しい中、はい、本当によく取れたなという本当に、ね、いやよく出てきてくれたと思いますね。ポッパイ本当に奇跡の、はい、奇跡と言いながらも、はい、ちゃんとその状況判断を、はい、もうされてですね、そこに確実にルアーを送り込んで、はい、壊せるっていうところは本当に気持ちのプロだなと思って、僕は本当にいいものを、まあ、見させていただきましたし、はい、まあ、お届けできるんじゃないかと、この本当にあの完成スポット楽しみにしています。はい、ありがとうございます。本当にどうもおめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。こういうトロフィーです。ウィンナーと、ウィンナー。ウィンナーですよ。そしてですね、最後ですね、まあ、今回の大会のですね、総評というかですね、まあ、選手側の総評としてですね、ちょっとあの徳永さんから総評いただきたいんですけど、はい、ありがとうございます。で私はあの、まざまざと現役 の, そのトッププロの、競技をしてるので、いやあのなんていうんですかね、よくあの鈴木さん持ってるなと思うんですよ、うん、もう何回も出くわしてて、その僕らが釣りをした後に現れて、あのバラしたりなんか苦労してるのいきなり上げられたりとか、でも今回思ったのはあのパッて来た時に今まで投げなかった鈴木さんがいきなり竿を持ってちょっと投げようかなって言って4投目にもう、しかもカメラが回ってそのバイトシーンまで映ってると、でその確かに持ってるからプロなんだけど、逆に言うとその技があって実力があるからその運も引き寄せるというか、やっぱさすがだなと、ね、ああこいつはちょっと早打ち潰したいんじゃないかわざわざと感じました、ね、いやいや本当に楽しい厳しい時間をありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、ご苦労様。はい、そしてですね、最後あのこの2日間非常に長い距離長い時間走っていただいた、バルフ鈴木さんから一言、ものすごいプレッシャーでした。目がすごく疲れました。レーダーと鳥を探すの日、まあ、でもあの、まあ、何とか無事に帰ってこれて、2日間安全に、なんとか出させていただいたので良かったかなと思います。ありがとうございました。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。そして、丸山さん、
昨日もですね、すごく遅くまでかかって給油していただいて、うん、本当に丸山さんの協力がなかったらこういうことはできなかったんで、うん、本当にね、まずは本当に丸山さんありがとうございました。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございました。はい、じゃあ、感想の方よろしくお願いします。皆さん本当にご苦労様でした。なかなかね厳しいコンディションでちょっとねあれですけど、またぜひね、ご素晴らしい皆さんに集まっていただいて、まあまたねぜひこの新潟というフィールドでねまたでっかいやつをぜひぜひハンティングに来ていただければと思います。鈴木さんも本当に今回ご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ皆さんと一緒に釣りが楽しみたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい。本当に皆様ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。初めて。二つ持ってらっしゃいますね。あ、そうですね。やっとね。まあ皆さんなんかみんな持ってるから、ね、一個ぐらいこう、はい。また次も頑張らせていきます。はい、じゃあ本当に次回また頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。